個人主義、個人主義、個人主義とは国家や社会の権威に対して個人の権利と自由を尊重することを主張する立場、あるいは共同体や国家、民族、家の重要性の根拠を個人の尊厳に求め、その権利と義務の発生原理を説く思想。ラテン語のindividuus、不可分なものに由来する。タイ語は全体主義、集団主義。個人主義は集産主義に反対する。西洋諸国は個人主義的で、個人主義の概念は西洋文化にあり、古代スカンジナビアのイデオロギーギリシャ哲学、キリスト教などに影響がある。ゲルマン人は非常に個人主義的である。西洋諸国は集産主義社会である。個人主義と利己主義は同一ではない。個人主義は個人の自立独行、私生活の保全、相互尊重、自分の意見を表明する、周囲の圧力をかわす、チームワーク、男女の平等、自由意志、自由貿易に大きな価値を置いている。個人主義者はまた、各人、または各家庭は所有物を獲得したり、それを彼らの思うままに管理し処分する便利を最大限に享受する所有システムを含意している。個人主義は多義的な言葉であって、個々の言説が意味するところは一様ではないが、人間の尊厳と自己決定という二つの価値概念と、個人は理性的存在、または個性的存在であるという認知的念を共有する。インディビジューリスムというフランス語が発祥である。もともとは、啓蒙主義に対する非難を意味する言葉であった。啓蒙主義的な政治哲学は、トマス・ホッブズによって、体系的にまとめられたのであるが、18世紀中央、シモン派は、啓蒙主義の哲学者を古代ギリシアのエピクロス派と、ストア派の利己主義を再生させた者たちであるとして、個人主義者と非難した。フランスの政治家トクビルは、個人主義が民主主義の自然の産物であるとした上で、アメリカ人は自由によって、個人主義を克服したのだとして、やはり否定的に見ていた。これに対して、啓蒙主義の確一性を批判して、個人主義に個人の独自性、独創性、発展性という積極的な意味を吹き込んだのは、1840年代、ドイツのカール・ブリュッケマンで、その伝統は、フリードリヒ・シュラヤマハーラに受け継がれた。ヤーコプ・ブルクハルトにとっては、イタリアルネサンスの文化がその理想であった。個人主義という語が、現在用いられているような、共産主義や全体主義といった主張とは両立しがたい、社会的な理想というような意味合いで用いられるようになったのは、19世紀から20世紀にかけてのアメリカ合衆国においてである。個人主義という語は多義的であって、個人が思考の価値を有するという道徳原理、自己発展、自律性、プライバシー等の観念が結びついている。その文脈に応じて、社会学的個人主義、方法論的個人主義、政治的個人主義、経済的個人主義、宗教的個人主義、倫理的個人主義、認識論的個人主義といった諸類型に区分することができ、異なる論点が存在する。個人が思考の価値を有するという道徳原理の起源は、キリスト教の伝統に求めることができる。その考え方は、例えばマタイによる福音書25時40分に示されているユダヤ教は神の関心が一民族にのみ向けられていたので異なる。ルネサンス期の人文主義者の人間の尊厳も宗教改革もこのようなキリスト教的伝統のうちに理解されるべきものである。カントやマクタガードが美しい表現でそれを著述している。また、ルソーの思想の中心をなすものである。自立は伝統的慣習、権威に従って行動するのではなく、個々人が自らの理性的反省によって批判的評価を与えられた規範に従って行動することを求める。このような観念もキリスト教的伝統のもと、トマス・アクイナスによって示されたものである。プライバシー、私事権は極めて近代的な概念であり、私的な領域を神聖なものとする人間観を前提としている。自由主義の中心観念となる消極的自由であり、J.S. ミルが人間の行為の中で社会に従わなければならない部分は他人に関係する部分だけである。自分自身にだけ関係する行為においては、彼の独立は当然絶対的であると述べる部分であり、集団主義とは対立的である。自己発展は個人の諸能力の調和的発展によって理想が実現するとした考えである。この個人はやがて民族、国家にまで拡張された。また、このこととは別の流れとして、これは J.S. ミルの自由論、マルクスのドイツイデオロギーの要素となった。抽象的個人の見方は、社会学的個人主義と名付けられ、社会契約説の基礎となった。イギリスの哲学者ホップズが、各個人の有する無制限な自然権は、万人の万人に対する闘争を帰結するものをして、これを避けるためには、各個人の有する自然権が主権者に譲渡されることが必要であるとした。そこでは、社会は、それが、どのようなものであろうとも、個人の目的のための手段とみなされる。政治的個人主義は、政治的権威の源泉を、個人のうちに求める。ホッブスは、政治的権威は、太古からの伝統や神や自然法に由来するものではなく、人間的目的から生まれるとした。イギリスの哲学者ロックは、操作的重要性を与えない形で、ホッブスの考えを継承した。フランスの哲学者ルソーは、主権者とは、それを構成する、個人によって、全体として形成されているのであると発展させた。経済的個人主義は、経済的自由に対する信仰である。個人の自由な経済活動によって、最大多数の最大幸福が実現されるとみて、社会主義、共産主義を否定する。現代の代表的な論者は、カイエー・ハイエクである。経済活動の上では国家による干渉や統制を認めず、自由放任を良しとする。リバタリアニズムは、経済的個人主義を先鋭化させた思想である。方法論的個人主義は、ホッブズによって、まず示されたが、社会学的個人主義とは区別される。あらゆる社会現象は、実在する個人に還元されるべきであると主張したもので、フランスでは、サン=シモンからデュルケームに至る、この考え方への批判の伝統がある。理論的には、実在するのは、個人であり、社会や国家は、個人の集合を指す名称に過ぎないとする、社会名論であり、社会実在論と対立する。倫理の上でも、個人主義が言及される。個人の人格の完成が、個人の幸福であるとする、人格主義も、個人主義の一つと言える。また、カントの自己発展と自立を組み合わせ、人格の完成は、道徳的人格の確立以外にないとした考え方は、倫理的個人主義ということができる。倫理的個人主義においては、相対立する道徳的立場に面したとき、個人はこれを選び取らなければならない。他人と対一不可能な個人の実存と、その自由を重視する実存思想も個人主義ということができる。また、個人主義は道徳的連帯を可能にする。一方、個人の利益、欲としての幸福だけが道徳の基準になるとすれば、それはエゴイズム、利己主義であり、幸福がもっぱら自己の快楽であるとされれば、それは快楽主義、享楽主義である。ドイツの哲学者、シュティルナーの唯一書の思想は、この種の個人主義の代表と言える。ただし、利己主義とは反対のものを表現するのに、個人主義という言葉使う立場があるので、注意が必要である。自身の自由と権利を尊重するのと同様に他人の自由と権利を尊重することを個人主義と表現する考え方である。認識論的個人主義は、知識の源泉を個人に求めた。ジョン・ロックの経験論がその典型である。経験論者の一人のバークリーは、存在するのは自意識のみであり、すべては自意識の観念に過ぎないと主張した。古代ギリシアのプロタゴラスのように、知識の源泉を個人に求め、真理は各人が認識する限りのもので、相対的であるとすれば、主観主義、相対主義に至る。量的個人主義と質的個人主義という分類の仕方もある。個々の場、集団は、聖員に対してそれぞれ一定の要請をするものだが、その要請が普遍性から逸脱する方向へ動き出したとき、個人主義はこれを拒否し得る、声を上げられる、集団義。この個人主義は、原点は神と人間との関係であるが、確立したのは近代の西欧である。その時の状況をジンメルは量的個人主義、啓蒙主義的個人主義、個人の理性に力点が置かれる。18世紀フランスで起こった突出的個人主義、ロマン主義的個人主義、かけがえのない一人一人の個人という視点に力点が置かれる。19世紀ドイツで盛んになったと把握した。人類学者のルイ・リュモンによれば、個人主義は国家と対立するキリスト教的伝統の下で生まれた西欧の概念であって、その普遍性に疑問があるだけでなく、自己発展の概念から発生した民族精神、倫理的個人主義のディレンマから派生したドイツ民族の道徳的優位、政治的個人主義とは密接な関係があるとされる。夏目漱石は、自己の発展に重きを置くならば、他人のそれも尊重しなければならないとし、他人を妨害する結果にならないよう道義上の個人主義を説いた。また偏狭な国家主義を批判しつつも、真の国家主義は道義上の個人主義と矛盾しないことも主張した。漱石の個人主義はヨーロッパの個人主義を受け入れたものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。